サタワン・サタワン・干渉の1サタワン・干渉は、中区本土から250キロメートル南東にある干、干渉カロリン諸島のノモイ諸島に属しており、行政的には、ミクロネシア連邦を、中区州の一部である。3000人の住民が5平方キロメートルの陸地に、居住している。第二次世界大戦中は、日本の空港が存在した。 サタワン干渉には30以上の島が存在し、そのうち4島が友人である。中区州40の自治体のうちの4つが存在する。これらの自治体名は主要な島の名前から取られている。統計上、サタワンとテイは、テーブモートロック、クトゥとモッチは、中央モートロックに分けられている。サタワン干渉の人口は2000年の国勢調査の 時点で2935名であった。サタワン干渉は、北緯5.30度統計153.70度に位置し、干渉全体の面積は、証拠を入れて419平方キロメートルであり、陸上部分は4.6平方キロメートルである。1795年11月19日と27日に、ジェームズ・モートロックが2組の島を発見した。 紛らわしいことに後にこのどちらもモートロック諸島と呼ばれている。第二次世界大戦中、モートロック諸島には、日田正武大佐の司令下で、航空基地の要員を含めて、帝国陸軍兵753名、257名の帝国海軍兵6両の戦車の中隊からなる、モートロック守備隊が置かれていた。タワン島には、 漢方射撃や爆撃が加えられたものの米軍による上陸は行われることなく終戦まで現地での守備が続いた。サタワン島には日本が残したいくつかの第二次大戦の遺構が点在しており、島内の道端に戦車、放置された航空機、北東岸に石の監視所などが存在している。干潮時にはサタワンから帝は陸続きとなり、 干渉の淵を歩いて渡ることができる。停止前向かう集団に、日本軍の残した巨大な大砲が海を向いて置かれている。島民のための小学校と高校が存在する。電気、水道、CB ラジオ以外の通信などは通っていない。2010年5月まで、唯一の島への訪問手段は、飲ませピと呼ばれる貨物を搭載した漁船であった。月1回、上野から、 モートロック諸島周辺で6日間の巡回を行っていたが、現在は停止されている。6日間巡回の費用は40ドルだった。各党がそれぞれの地元組織を持ち、現在村長と副村長がいる。唯一の税は犬1匹の所有に年5ドルの支払いがあることである。2010年5月の地元の見積もりによれば人口は400人から700人とされる。 ありがとうございます。